はい、こんにちは、ちちちゃです。それではエピソード RR 続きやっていくんですが、ぐずまさん、一週間ぐらいお疲れ様です。多分これで最後だと思う。多分なが、この後ろ姿は母様。ほほん、侵入者がいると聞いたが、まさか君のような子供とは。異世界のボスたちは倒されたようだな。利用できると考え泳がせていたのだがな。よくここまで来た。あなたがレインボーロケット団の。いかにも。すべてのポケモンを利用して世界を治めるロケット団。それすらも超える大組織がレインボーロケット団。私がそのリーダー、榊だ。ついに来た、ポケットモンスター、赤、青、緑、ピカチュウバージョンの悪の組織のボス、大ボス、榊。ポケットモンスター、金銀でもね、その人望が非常に熱かったので、リスペクトしてロケット団が復活する頃ほどのカリスマ的存在なボスですね。いやー、なんかカラーで見ると感慨深いな。母様、大丈夫ですか？母様。しばらく目覚めんよ。ウルトラビースト UB の力を使い、眠ってもらっている、電樹木の Z 催眠だ。次目覚めた時は私の忠実な部下になっているだろう。そんな、なんてひどい。さすが悪の組織のボス。我らレインボーロケット団は全ての世界を支配し、UB 軍団を作り出すのだ。そのためには異世界の技術を持つ組織、エーテル財団が必要なのだよ。そういうことね。ここまでたどり着けた君のことも評価している。ありがとうございます。私は強いものが好きだ。我がレインボーロケット団で君の力を生かしてみないか。これ選択肢あるの？これ、はい選んだらどうなるんだろう。ドラゴンクエスト1みたいに、はい選んだらね、世界の半分をやろうみたいな取り引に応じたらゲームオーバーなのかな。でも一回はい選んでみたい、選んでみたい。いいいい、行くよ。ふっ、冗談を言えるのか。冗談で済まされてしまった。そうだ、冗談に決まってんだろ。いい加減にしろ。ルザミーネのお母さんに変なことしやがって。許さんぞ、絶対に許さん。子供に詰め寄られる、私にとってありえないことだが、なぜだか懐かしくもある。これレッドのことじゃない？どうしても私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらおう。これポケモン赤、青、緑、ピカチュウバージョンの後、榊が失踪したっていう設定がね、あったよね。もしかして、来たのかな、ここに。あの後、世界線は、繋がってる。全然違ったらごめんね。てか、ダグトリオ、アローラじゃない、ダグトリオだ。これは、命中率の高いアクアテールでいきます。多分一発だと思う。防御力低かったもん、ダグトリオ。ステロ巻いちゃう。カメックスで全突破じゃないですか。あ、でもいいのか、カメックスで。だってサカキって確か地面タイプのトレーナーだよね。違ったっけ。あー、世界線は繋がってたんかな。どうだろう。全然考察間違ってたらごめんね。ドサイドン。赤を緑の頃にはいなかったドサイドン。ドラボン当ててくー。よいしょい。69。ニノキング、押せちゃいそう。
アクアテールで行こう。せい。あーダメか、ドロポンだったか。効くねー、さすが攻撃力100タイプ1。ほっ、よし。ニドクイーン。これはハイドロポンプだ。スイッ。うおー落ちない、マジか。うーナイス、よく耐えた。じゃこれ悪ジェで落ちるかな、多分いける。ラス1？誰出てくる？サンダー、ファイヤー、フリーザー、ミュウツー。どうしようでもこれ入れ替えてもステロでやられちゃうから、悪ジェ決めよう。悪ジェプレッシャー。アクアジェットは先制攻撃だからね。うん。メガ進化。マジかー。え、これポケットモンスターウルトラサンだから、ミュウツー X？ ムーンだったら Y なのかな。高まる。自分パラセクトいいっすか。じゃキノコの胞子で眠らせてみたい絶対倒されるけどね、絶対倒せられるけど、ワンチャン、ワンチャン接触してなんか懐いてるから耐えてみたいないかな。クソ H、 ナイス。あ、これナイスすぎるな、すんばらしい。ギガドレイン。どんくらい吸い取れるだろう。うん。あ、でも、まあ、全然減ってる方だ。ミュウツーって確か、素早さ130なんですよね、個体値が。で、今レベル70だから、先行を取れるポケモンがいないの。上から叩けるポケモンがいないから、ちょっとでも減らしたい。当ててくー。いや、仕事したよ、パラセプト。後ろにつなげよう。ルガルガンで行こうか。うん。頼むぞ、黄昏ルガルガン。暴れてみようか。ドレインパンチはダメだよなんだっけ、誰だっけな、ハートゴールド、プラチナ、どっちか忘れたけど、ドレインパンチでずっと回復してくるジムトレーナーいなかったっけ。うーわ、ちょっと待って、めっちゃ回復した。これミミッキュの Z 技で一撃で沈めないとまずい気がする。絶対回復の薬もあるし、これ絶対まずいやつやで。あー、ヒルムナ、ヒルムナ、ヒルムナ、20%、頼む頼む。やだ、見たくない、見たくない。しっ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 、激しい戦いだった。ほんとなぁ。いや、全然負けててもおかしくなかったなぁ。レベル70ミュウツーでしょ？しかもメガ進化。君はとても大事にポケモンを育てているな。そんな子供と本気で潰し合いをするのでは愚かだな。エーテルパラダイスは君に預けておくとするか。
しかし我がレインボーロケット団は不滅だ。そのことを忘れるなよ。え、次回作に持ってく？それともまだ続くの？ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいものだ。バトルツリー出てくる？お城がなくなっています。元に戻ったね。アクロママシンが作動し屋敷が戻ったということはロケット団を退けたのですね。めっちゃピッピしてるな。アクロマさん、クズマさんも、やっと終わったのかよ。そうだね、そうだね、一週間くらいずーっとロケット団抑えてたもんね、グズマさん。ごめんよ。申し訳ない。ようやく終わりました。あなたのように強いつながりでポケモンの力を引き出すトレーナーでしたら余裕でしたね。いや、結構ギリギリだったんだけど。ロケット団のボスに、一緒に来ていた人々も元の世界に戻ったようです。さて、新たに研究したいテーマが決まりましたからね。それではまたお会いしましょう。アクロマさん、すごい科学者ですよね。すごく変わってますけど。確かに。ルザミーネ大丈夫かな？催眠されてたけど。Z 催眠。うん、ここは、リーリエ、ポッチさん？代表！母様！ポッチさんがロケット団を追い返してくれたのです。あのロケット団を、そんな、危険なのに。はい、とてもすごかったのです。ポッチさん、またあなたに助けられましたね。心より感謝します。ルザミーネ笑顔だ！すごい笑顔。ザオボーさん、聞く！この小物感よ。嫌いになれないな。代表、ご無事でしたか？ええ、まだ少しめまいがしますが。ザオボ、あなたは大丈夫なの？ご心配、ありがとうございます。代表がご無事で何よりです。母様、ザオボ、おやおやおや、リーリエ様、ロケット団の仕業で少々記憶が混乱している。私が出世のためにレインボーロケット団を財団に招き入れるわけがありませんよ。自白したな。ザオボー支部長。すみませんでした。これで許されちゃうの？ポチさん、この度はエーテルパラダイスを救ってくれて大変助かりました。いえいえ。母様も無事です。よかったよかった。今医務室で検査をしてますが、特に異常はないでようです。よかったよかった。それとザオボーさんですが。ザオボーどうしたの？こら、ザオボーさん、早く荷物を運んでください。ぐぬぬ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 。どうして私がこんな雑用なんかを。ヒラ研究員さん、早くしてください。ヒラにさせられたのか。ヒラ、その肩書きでは呼ばないでください。そうだよね、かなり出世にこだわってたもんね、ザオボーさん。支部長への道のりは果てしなく遠そうですね。そういえば忘れるところでした。こちらお受け取りください。でかい金の玉？ 55個、約100万円。素晴らしい。でも、ザオボさん、クビにならないだけマシだね、全然ね。かなり温情。きっとレインボーロケット団の運営資金でしょう。代表の部屋に大量に隠されてたのであげちゃいますね。ちょっとビッケさんも手伝ってくださいよ。はーい、ただいま。
決断か。意外と仲いいな。それでは失礼しますね。エーテルパラダイスもすっかり元に戻りました。ぼちさんのおかげです。いえいえ、ロケット団は怖いし母様が心配でとても不安でしたが、ぼっちさんとまた一緒に冒険できて楽しかったです。私もだよ。本当にありがとうございます。いつか私が島巡りするときは。するのか。ぼっちさんと一緒がいいな。これは告白ととってよろしいのでしょうか。それじゃあ私行きますね。また頑張りリエ。榊。ふ、なかなかの逸材だったな。さて次はどの世界で悪巧みしようか。特殊攻撃あげちゃうの。気になる。まだ続くのかな。続きそうな感じ。ポケットモンスターウルトラさんエピソード RR 終わり。終わるかーい。ということでエピソード RR 終わりました。確か3分の時はザンボーさんって自ら平社員に戻ってやり直すっていう心優しいとこあったんですが、今回は無理やり叩き落とされちゃいましたね。まあでもね、非常にエピソード RR 以前のボスがたくさん出てきて楽しかったです。ぜひ皆さんもクリアしてみてください。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みの方は高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。バイバーイ。